イオーエ、ドラマ、イユメ、出演が不発に、イオオン&ユジテは、前向きに検討中、写真イコールO。センディービードラマ、イユメ、へのイオーエの出演が不発となり、イオオンが候補に上がった。14日午後、ドラマ、イユメ、の制作会社の関係者は、応戦との取材で、ドラマ、イユメ、が MBC と5月編成を検討している。その過程でイオンへとのスケジュール調整ができず、やむを得ず降板を確定した、と明らかにした。また、イオオンが現在、出演を前向きに検討しており、ユジテも検討している、と明かした。MBC の5月編成もまだ議論中だ。イユメは日本統治時代の教場、ソウルと満州、中国の上海を背景に繰り広げられるスパイロマンスで、独立闘争の最先鋒だった秘密結社、卑劣団、団長キムウォンボンと日本人に養育された朝鮮人外科医4人が上海臨時政府の諜報要員となり、太平洋戦争の中で活躍する大作時代劇だ。早々にイオンエがイオン人役を務めることが決定していたが、編成に変動が生じ、イオンエの出演は不発となった。イユメは建国100周年記念で、2019年編成を目標にしている。